織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と灘も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的。新たに敵の神が降臨した。違うとは言えぬな。私たちにとってもあまりに手がかりが。ですがこの力を使えば。すまない、私が何も知らず。ペルセウス殿のせいではありません。あなたは。ねえ早く行こうよ。あ、待って。ナタメ。あ、さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。俺の出番だな。すでに神に押し込まれているのか。決心攻撃の上に急ぎましょう。若い人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の技能が落ちるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。銀兵殿は難しいことを。さすがです。あなたならばと思っておりました。ユクセウス、我らを欺き腕輪を盗んで裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着けアテ、兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つのだ。間に合ったようだな。救援者す、この七共に楽しまう。将軍、謝らせろ。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけている。悔しいな、見せたくない。え、ありがたい。裏切る私にはなすべきことか。俺の出番だな。勝負だ。なぜ絶対する。いざ参る。なんでもないの力が戦争戦に監視戦に。暗示が逃走見事。ですが、まだ終わっていません。金勝と金継は前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、いや、驚いていた。雪村殿の銀兵殿が戦場に立つと人が変わる。父の骨はある。ペルセウスは所詮半人。人の血が時に向こうに走らせるのだろう。みんなでどうでもいい。私が奴の隙さえ見せなければ。敵将大目ゼリ。私が負けただと。俺の出番だな。お待ちなさい。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるか。弱い者たちが僕を追わせるとでも。遊んでやるよ。現実を教えてあげるよ。構えます。しばしお待ちを。いいわ。は？私を恥ずかしめるなんて。
俺の出番だな。覚えておきなさい。あまりたちの過去忘れない。やってくれね。俺に認めるだけのことは。ここで救援とは。地獄で滅ぶ。その義と愛に感謝するの。敵の増援か。いいよ。ならまとめて撃滅せ。そうだよね。ね、ありがたいでしょ。いざ参る。ならが無駄なことと知るな。なんという大軍。いつを決めるときか。急性不利か。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。へえ、結構強いんだね。バカ、
入れ忘れの命だ。ここは通すな。少しで逃げられるのに、どいてください。俺の出番だな。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。なあ信念だ。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために。おお、これぞ天。追っ手がかからないうちに。 What's up guys, Vesmoper here. I hope you guys enjoyed the video. If you haven't subscribed, please do. And there are many videos to watch popping on the screen. And again, thanks for watching.